一緒に飲みましょう。仕方ない。何？何何何何？積極的ですね。ここ会社ですよ。分かってます。嘘です。俺に何か用事でもありますか？いえ、ちょっと顔を見る？どうだ、この直球攻撃は。元気もりもりですけど。全然筋肉ないですよ。いいですか、筋肉あるってのはこういうことよ。あるの、ここから見て。ハルくんどうしたの？ハルタ、肉好きだよね。え、お肉大好き。肉食女子だよ。なんだそれ、かわいい。はいですね、かわいいな。じゃあちょっともう少し近づいてみましょうかね。はいはい、あ、ありがとう。それにしても美男美女カップルですね。息もぴったり。息もぴったりか。今日出会うの2回目なのに。大丈夫ですか？あ、はい。素晴らしい。もういい。結婚に愛なんていらない。新郎さん、新婦さんのおでこにチューしてもらっていいですか？あ、チューはちょっと。ふりだけするんだ。性格も素性も何もかも知らない私たち二人は、はい、そうですね、即日婚をした。行きましょうかね、お二人様。もっとぐーっと近づきましょう。はいはい、あ、いいですよ。あ、本当にしていただいていいんでね。はいはい、行きましょう。はい、ぐーっと近づきましょう。はい、お二人様、ぐーっと近づいて。はい、もう少し近づきましょう。近づいて、はい、お二人様、ぐーっと行きましょう。すいません、しちゃいました。今私普通に笑えてた？ハルタ、忙しい？うん、ちょっといい？実はさ、同期でハルタの結婚パーティーを企画してたんだよ。まあ残念な感じになったって聞いて焦った。健太郎の方か。そりゃそうだよね、みんなに話してないんだし。俺からしたらラッキーだったんだけどさ。またまた。なんか思ったより元気そうだな。そうかな。ってことで今夜はご飯でも。ごめん、今日は早帰りなんだ。またみんなで同期会でもやろうよ。言えないよね。また誘うよ。こんな心配してくれてる同期にもう別の人と結婚したんだなんて。あ、お帰りなさい。カレー？はい、作っちゃいました。もしかして何か買ってきました？明日食べるんで大丈夫です。あの、さっきはありがとうございました、元彼の。ああ、当然でしょう。春田さんの今の男は俺なんだし。なんか出過ぎたことしちゃいましたかね。あ、いやいやいや、事実ですから。あのカレー辛かったですか？あ、いや、美味しいですよ。ほら、うん、うん、うん。今度からは甘口にしますね。お願いします。三浦さん、かわいい。何も知らない男の人だけど私の旦那さん。
どうしよう。私ときめいてる。最近気がつけば三浦さんのことばかり考えてる。ダメ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 。同じ会社だったと。お互い会社すら聞いてなかったですね。お見合いでも普通それくらいの情報ありますよ。確かにありますよね。アミ、真夏先輩と知り合いなの？え、あ、いや、いや、仕事でちょっと頼みがあって。ケイリンですか？じゃあ、アルタさん、また改めてお願いします。はい。じゃあ、お疲れ様です。なんか怪しいなぁ。亜美って自分の彼氏が興味なかったもんね。うんうん、そんな有名な人なの？そうだよ。三浦真夏、入社1年目で営業成績トップになって、その成績をキープし続けてるんだから。おまけに社内一のイケメンでしょ。みんな狙ってるよね。私の旦那さんって知ったらみんな驚くよね。私はやっぱり相手から攻めてきてほしいもんね。その部屋着かわいいですね。似合ってますか？うん、ビールもあるんです。春田さんって亜美ちゃんって気が使えるんですね。そのためには仕掛けるしかないっしょ。不造あざと攻撃。じゃん、一緒に飲みましょう。仕方ない。本当は隣に座った方がアピレルけど。お酒、俺に合わせなくていいですよ。ああ、なんかしらけさせちゃったかな。一応俺は旦那なんだし、無理とかはしないでください。なんだ、やっぱり三浦さん優しい。じゃあもう一押し。なんか寒くないですか？それが短すぎるんじゃないですかね。ほら。いや、今じゃなくて寝る時。それは一緒に寝たいってことですか？え、そう来るの？もしや相手に言わせる感じ？ダメですよ。え、断られた。ガーン。春田さんが本当に俺のことを好きになってから言ってください。好きじゃなきゃこんなこと言いません。こんな顔してずるいですね、春田さんは。寝ましょうか。なんだ、キスだけね。
あれ、なんだって言いました？言ってないです。ん、待って待って、三浦さんってド S なの？なんか寂しい。あれ、春田さん、もしかして僕ですか？取引先の入金先変更の件ですよね。どうぞ。積極的ですね。ここ会社ですよ。分かってます。嘘です。俺に何か用事でもありますか？いえ、ちょっと顔を見に。どうだこの直球攻撃は。あ、そうだ、今日家に郵便物が届くと思うので確認しておいてください。わかりました。攻撃が効かない。そろそろ行った方がいいんじゃないですか？はい。三浦さん帰ってる。まだ仕事の続きしてるんだ。家事もできて仕事もできるってチートだよ。そこがかっこいいんだけど。なんか攻略の糸口ないかな。やば、気づかれた。なに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 、もしかしてチューされ…する?バレバレなんですよ。気づいてたんですか?子供でももうちょっとうまくやりますよ。なんで寝たふりしてたんですか？三浦さんを観察したくって。観察？なんでまた。三浦さんを攻略したくって。攻略って、俺たちはもう夫婦なんだから。形だけの夫婦じゃなくて、もっと私に夢中になってほしいんです。え？私、三浦さんにもっと好きになってもらえるように頑張りますから。本当にあざといですね、春田さんは。何もしなくても人に好きになってもらえるとか思ってません。私は三浦さんに好きになってほしいからあざとくなるんです。じゃあ頑張って攻略してね、春田さん。ド S には負けませんから。私絶対好きって言わせてみせますから。
ど、嬉しいけど、でもやっぱりちゃんと好きだって言ってほしい。おはようございます、春田さん。起こしに来た人に対して絶叫ですか？すっぴんだけは、すっぴんだけはダメです。すっぴん？好きな人の前では一番可愛くいたいんです。なんでこの状況でキスするんですか？夫婦なんで。三浦さん、ド S すぎません？そんなんじゃ俺のこと攻略できませんよ。起きて、パン買ってきたんで。メロンパン。寝起きはやられたけど、今度はこっちから行くぞ。あざと攻撃。よし、バッチリ。おはようございます。あれ、出勤前のキスとかないんですか？春田さん、今なら OK ですよ。三浦さん、遅刻しそうなんで春田さんも気をつけてくださいね。なんで三浦さんにはあざと攻撃聞かないんだろう。あ、三浦さんと、あ、春田さん、岡崎さんですよね。こんなところでお会いできるなんて。春田さん、そういえばここの会社だったわね。え、お知り合いですか？この間偶然飲み会の席が隣になって意気投合したんですよ。あの時は悪かったわね。初めて会ったのに私の話ずっと聞いてもらっちゃって。あなた話しやすいから。全然いいんですよ。あ、そうだ、あの時行ってらしたイタリアン、今度ご一緒したいです。仕方ないわね。春田さんリアクションいいから連れて行きがいあるわ。やった。では岡崎さん、引き継ぎは部下の堀が担当しますのでよろしくお願いします。わかりました。それじゃあ三浦さん、昼休みにごめんなさいね。はい。じゃあ春田さん、またね。またでは失礼します。よろしくお願いします。まさか取引先の方だったなんてびっくりです。それはこっちのセリフですよ。まさか取引先の女の人にまであざといことをしてたとは。仲良くなったんだからいいじゃないですか。そういうあざといこと、もうあんまり他の人にしないように。え、他の人、あれどういう意味なんだろう。あーみ先輩、どうしたんですか？疲れてます？元気もりもりですけど。全然筋肉ないですよ。いいですか、筋肉あるってのはこういうこと言うんですよ。あるもん、ここから見て。おい新人、はしゃぐなよ。はい。堀くんどうしたの？ね、春田、肉好きだよね。え、お肉大好き、肉食女子だよ。なんだそれ、かわいい。じゃなくて今度飯食い行かない？めっちゃいい肉バル見つけたんだよね。え、じゃあさ、じゃあさ、みんなで行こうよ。ね、この前行った同期会、そこでしたらいいんじゃない？いや、そういうことじゃなくて、だよ、こんな時に。
はい、堀です。先輩、しっかり牽制してるじゃないですか。何のこと？あー、はいはい、その日で大丈夫です。はいはい、ではお願いします。はい、失礼します。なんか適当じゃない？大丈夫？大丈夫大丈夫。それよりさっきの話なんだけどさ。楽しいと思うけど。そうじゃなくて、俺は春田と二人で。俺、三浦さん、暴れ売ってないで早く戻れ。会議の準備したのか？はい、今すぐ。もしかして助けてくれた？なんか機嫌悪い？三浦さん、なんか怒ってます？あざといことを控えるように言ったはずですけど。え？見てたんですか？あ、もしかしてやきもちですか？何を思うんですか？喜んでないで、いい加減モテ納めしてください。そんなつもりじゃ。春田さんはそんなつもりじゃなくても、相手は勘違いするでしょう。春田さんみたいな川川勘違いさせやすい人は。えー、今何か違うこと言っかけませんでした？言ってません。今後あざと攻撃は禁止です。私たち結婚してるんです。ん？え、ちょっとこの待ち受け。おお、私たちのウェディングフォトですよ。ダメです、危険ですよ。三浦さんもこれにしましょうよ。ね、お願い、お揃いにしたいです。そんな可愛く言ってもダメです。社内結婚がバレますよ。でも変えてください。うん、はーい。変えました？変えましたよ。見せてください。ほら、え、こん、え、先輩ってやっぱり彼女いるのかな？え、勝ち狙い？まさか、あれはめでる対象でしょ。でも彼女にめっちゃ優しそうじゃない？で、彼女の前だけでは甘えん坊だったりしてない？違いますよ、実はめっちゃド S なんですよ。それにいたずらっ子みたいな可愛いところもあるんですよ。でも真夏先輩の彼女は超ハイスペ女子じゃなきゃ嫌じゃない？それわかる。モデル系とか、あれキャリ系とか。こりゃ当分結婚のことは言えないな。亜美先輩、これどうしたんですか？あ、なんでもない。すいません、請求書の発行急ぎでお願いしたくて。はい、私がやります。ありがとうございます、アルタさん。いえ、大丈夫です。これよかったら皆さんでどうぞ。はるたさんにはこれ。亜美先輩、ちょっといいですか？これなんですけど、うん、その、あ、三浦さん、発行したらすぐ届けますね。じゃあお願いします。こいつ、俺たちが話してるの邪魔した？で、その、この機械大城株式会社さんの取引についてなんですけど、ちょっと相談が。亜美って真夏先輩狙いなの？え、
さっき見ててなんかピンときたんだよね。いやそんなんじゃないよ。いやアミならいけるでしょ。そうだよ、彼氏と別れたんだし。クリスマスにアミがフリーなんてもったいないしね、うんうん、いやだから違うって。アミ頑張って。はあ神様、両親が痛みます。アミ先輩、さっきの三浦さんの請求書僕が届けましょうか。私が届けたかったのに。でもみんなの目もあるし。あ、うん、ありがとう、助かる。はい三浦さん、経理部の山形です。これ先ほどの請求書です。またこいつか。ありがとうございます、助かります。いえ僕は届けただけなんで。なんだこいつ。じゃあ春田さんによろしくお伝えください。伝えます。じゃあ、じゃあ失礼します。糖質オフのデザート食べてきたら。何これ平気なわけ。嫉妬してくれたっていいのに。私はあざと女子なんですから。相手が三浦さんだってやきもち焼かせるくらい簡単なんですよ。あ、もしもし、お世話になってます、小学コーポレーションの三浦です。ひとみさん。はい。経理部の子たちと合コン行ってきます。え、マジか、いじめすぎた。私が合コンに行ってると思ってやきもち焼けばいいんだ。わかりました。何よこのそっけない返信は。すいません、パフェください。俺としたことが仕事を早く切り上げてしまった。飲み物来ました。私はジュースです。たくちいち。あれって経理部の子たちだよな。合コンは嘘。亜美先輩、ここのデザートビュッフェ行ったことあります？今度一緒に行きません？まさか山形とデート。食べ物来ました。タコワサ美味しいです。メインは海鮮鍋です。やったー。もういいよ、本当はどこに行ってるんだよ。あれって春田さん。男の人たちみんな面白いです。合コンかよ。ほんとかわいいな、うちの奥さんは。既読する？もう気にならないの？来た。楽しそうですね。写真送ってください。写真？どうしよう、タコはさ。超盛り上がってて写真撮り忘れちゃいました。しょうがねえな。春田さん
可愛いんだから持ち帰られたらダメですよ。早く帰ってきて。それを誘ってるって言うんですよ。ふう、やっと抱きしめてくれた。あれ、いつもと反応が違う。え、ちょっと何してるんですか。もう下着ですね。気がつきました。ちょっといいの買ったんです。いくらだったんです。それは秘密です。秘密？なんでですか。三浦さんだって秘密にしてることあるじゃないですか。いくらだったんですか。16,000円でした。え、高くないですか。スワロフスキーもついてて可愛いんですよ。スワロフスキー、それイルカ。おはようございます。早いですね。年末調整の準備があって今日私が先に出ます。あ、春田さんタグついたまんま。切れました。この服で三浦さんに可愛いって思ってほしくって。はいはい、行ってらっしゃい。行ってきます。23,000円。三浦さん、僕投資始めたんすよ。マジ？結婚とかいろいろ考えたらお金はあるに越したことないと思って。そうだよな。下着に16,000円。フォックスとかマジで稼げるらしい。一緒にやりましょうよ。前からうっすら思ってたけど、春田さんって金遣い荒くねえか。コミュ力高いし働き者だし、俺すでにすごい投資してるのか。
営業お疲れ様です。また何か買ったんですか？全部安物ですよ。最近散々してません？そんなことないんです。え？通帳。通帳？俺も見せるんで。まさか貯金ゼロとか？まあ、ありえるか。社会人2年目だし。せーの。すごい、三浦さんこんなにあるんですね。春田さんも意外にありますね。俺の2年目の頃よりあるかも。そうなんです。学生の頃からバイト掛け持ちしたり、フリマアプリに出したり、ふるさと納税したり。さすが経理ですね。毎日家計簿アプリもつけて、お給料も自動積み立てしてるんです。お金の貯め方まであざといですね。そんなこと言ってあれなしました。まあ、あ、でももう結婚してるんだし、大きな買い物は相談しますね。はい。惚れ直したというか、また好きなところを発見したというか。まさかまた残業かな。ごめん突然だけど、総務の松下さん呼んでもいい？なんだよかった。マリちゃん、もちろんです。勝負エプロン装着。憧れてたんだよね、旦那さんの友達が突然家に来る。しちゅ、友達から褒められたら女性のスキルメーター上がるよね。全部うまいよ。やるじゃん。よし、グラスも冷やして料理ももっと作らなきゃ。ただいま。おかえりなさい。こちら松下さん、高校の先輩で。どうも。春田食堂開店してる？はい、絶賛営業中です。顔見知り？偶然会社でお会いして二人の関係聞きました。そうなんだ。ねえ、ねえ、奥さんだからってそんなに頑張らなくていいんだよ。俺の先輩だし休んだよ。でも私がやりたいんです、おもてなし。こんなあざといエプロンつけちゃって。ありがとう。普段こんなことしないのに。おお。え、これ今作ったの？ビールもめっちゃ冷えてる。グラスを10分ぐらい冷凍庫に入れとくといいんですって。重いのにビール買ってくれてたんだ。ん？このじゃがいものやつうまい。黒胡椒効きすぎてないですか？いや、ちょうどいいよ。レシピ教えてよ。いいですよ。よかった。インスタで予習しといて。え？なんで写真撮ったんですか？残しときたいな。料理すごいし。全部うまいよ。やるじゃん、三浦よね。やるでしょう、うちの奥さん。松下さんにちゃんと紹介できてよかったです。やば、三浦嫁だって。妄想を超えてきたよ。私認めてもらえたのかな。あ、これおかわり。はい。お前さ、なんで社内結婚秘密にしてんの？まあ、タイミングを逃したのと、内緒にしてる奥さんの反応が可愛くて。なんで私が片思いの設定なんですか？そんな余裕かましてると誰かに取られても知らねえぞ。まあそのうち。でも本当に可愛いんだよな。今日はごちそうさま。もう来ないでください。
もう少し。このままみんなには秘密でいいよな。私やっぱりミイラさんのお母さんのためにも、もっとミイラさんのこと大事にしようって思いました。ありがとうございます。でも十分大事にされてると思いますけど。もっともっとです。私たち素敵な夫婦になりましょうね。そうですね、春田さん。春田さんってのやめません？え？夫婦なんですから名前で呼びましょうよ。これからはアームって呼んで。さ、却下です。なんでですか？うっかり会社で名前呼んだら結婚してるのバレますよ。春田さん。うっかりしなければ大丈夫です。ほら、アーミーちゃんって呼んで。ダメですよ、春田さん。意地悪、わざとやってるでしょ。え、全然。春田さん。じゃあ私だけ真夏さんって呼ぶの？ダメですよ、春田さん。うっかりしてるから会社でつい呼んじゃいますよ。じゃあみんなに夫婦だって言えばいいじゃないですか。さあ、会社では春田さんが俺に片思いしてる設定でしょ。その設定嫌なんですけど。拗ねても可愛いよ、春田さん。もう意地悪って。私たち、いつまで夫婦ってこと隠しておくんだろう。真夏さん、真夏さん、真夏さん、12時ぴったりに注意しながら写真撮りましょうよ。却下です。ちょっと、数時間前に私のことが好きだから全然大丈夫って言ってたじゃないですか。大丈夫な分野と大丈夫じゃない分野があるんですよ。思い出なのに撮りたいな、撮りたいな、撮りたいな。アミちゃん、誕生日おめでとう。大好き。あ、今度さ、うちの実家一緒に行こうよ。母さんにも紹介したいし。晴れて公式に夫婦になった日に最高の誕生日プレゼントをたくさんもらえた。もう私たちに怖いものなんてない。じゃあ、もうゴムないからダメだよ。え？でもちゃんとした夫婦なんだから。子供できたら困るでしょ。ほら、支度して。もしかして真夏さんって子供欲しくない人なの？世の中にはいろんな夫婦の形がある。私たちも公式にその夫婦の仲間入りを果たしたはずだけど、夫婦になったからってハッピーエンドじゃない。その先もずっと道は続いていて、私たちはその道をちゃんと歩けるのだろうか。
さん、大事なお話があります。なんか硬すぎ。真夏さん、聞いてほしいお話が。あ、もっとあざとい方がいいかな。お話聞いて、真夏さん。さん、大事なお話があります。これお話聞いて、真夏さん。待て、全部じゃん、難しい。何か話があるの？いざとなると緊張しちゃう。どう？じゃあこれ食べながらゆっくり聞かせて。アミちゃん、昨日の夜から元気なかったからさ。どうしたの、甘えんぼ。父が寝ました。真夏さんは子供欲しくない人なんですよね。え？あ、もちろんそういう考えでも私は真夏さんが好きです。大好きです。でも本音はいつか真夏さんとの子供が欲しいって思います。あ、これは私の本音です。だから私のことは気にせず、真夏さんも本音言ってください。その上で二人でどうするか考えていきましょう。俺の本音は、はい、俺も欲しいと思ってるけど。俺もいつかアミちゃんとの子供欲しいと思ってるよ。だってあの時、子供できたら困るでしょ。あれは今できたら困るって意味で、今できたら仕事も休まなきゃいけないでしょ。なんだ、そうだったんですね。私めちゃくちゃ勘違いしちゃってた。タイミングは二人で相談して決めるものだと思って。アミちゃんもまだ休まず仕事したいって言ってたもんね。私のことちゃんと考えてくれてたんですね。当然だよ。子供ってどちらか一人の問題じゃないし、負担が大きいのも女性の方だから。大事なんだよ。俺が一番大切なのはアミちゃんだから。もしもしいつかパパ命の私にのあざとい女の子が生まれても、もちろんその子のことも死ぬ気で大事にするよ。でも一番はアミちゃんって言われたいんでしょ。もちろん。おう、ちゃんと話し合ってよかった。不安なことも真夏さんとならきっと乗り越えられるよね。これで言いたいこと全部言えた？はい。これからは溜め込まないで全部言って、それで二人で考えておこう。大好きです、真夏さん。
一緒に飲みません？仕方ない。何？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 積極的ですね。ここ会社ですよ。分かってます。嘘です。俺に何か用事でもありますか？いえ、ちょっと顔を見る。どうだこの直球攻撃は。元気もりもりですけど。全然筋肉ないですよ。いいですか、筋肉あるってのはこういうことあるの。ここから見てよ。堀くんどうしたの？ハルタ、肉好きだよね。え、お肉大好き。肉食女子だよ。なんだそれ、かわいい。はいですね、かわいいなじゃあちょっともう少し近づいてみましょうかね。はいはい、ありがとう。それにしても美男美女カップルですね。息もぴったり。息もぴったりか。今日出会うの2回目なのに。大丈夫ですか？あ、はい。素晴らしい。もういい。結婚に愛なんていらない。新郎さん、新婦さんのおでこにチューしてもらっていいですか？あ、チューはちょっと。何だけするんだ。性格も素性も何もかも知らない私たち二人は即日婚をした。お二人様、もっとぐーっと近づきましょう。はいはい、あ、いいですよ。あ、本当にしていただいていいんでね。はいはい、行きましょう。はい、ぐーっと近づきましょう。はい、私普通に笑えてた。ハルタ、忙しい？ううん、ちょっといい？実はさ、同期でハルタの結婚パーティーを企画してたんだよ。まあ残念な感じになったって聞いて。焦った。ケンタロウの方か。そりゃそうだよね、みんなに話してないんだし。俺からしたらラッキーだったんだけどさまたまた。なんか思ったより元気そうだな。そうかな。ってことで今夜はご飯でも。ごめん、今日は早帰りなんだ。またみんなで同期会でもやろうよね。言えないよね。また誘うよ。こんな心配してくれてる同期に、もう別の人と結婚したんだなんて。あ、おかえりなさい。カレー？はい、作っちゃいました。あ、もしかして何か買ってきました？明日食べるんで大丈夫です。あの、さっきはありがとうございました。元彼の。ああ、当然でしょう。春田さんの今の男は俺なんだし。なんか出過ぎたことしちゃいましたかね。あ、いやいやいや、事実ですから。あの、カレー辛かったですか？あ、いや、美味しいですよ。ほら、今度からは甘口にしますね。お願いします。三浦さん、かわいい。何も知らない男の人だけど、私の旦那さん。
私ときめいてる。最近気がつけば三浦さんのことばかり考えてる。ダメ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 。同じ会社だったと。お互い会社すら聞いてなかったですね。お見合いでも普通それくらいの情報ありますよ。確かにありますよね。アミ、真夏先輩と知り合いなの？え、あ、いや、いや、仕事でちょっと頼みがあって。ケイリンですか？じゃあ、アルタさん、また改めてお願いします。はい、じゃあお疲れ様です。なんか怪しいなぁ。アミって自分の彼氏が興味なかったもんね。うんうん、そんな有名な人なの？そうだよ。三浦真夏、入社1年目で営業成績トップになって、その成績をキープし続けてるんだから。おまけに社内一のイケメンでしょ。みんな狙ってるよね。私の旦那さんって知ったらみんな驚くよね。私はやっぱり相手から攻めてきてほしいもんね。その部屋着かわいいですね。似合ってますか？うん、ビールもあるんです。はるたさんって、あみちゃんって気が使えるんですね。そのためには仕掛けるしかないっしょ。クゾーあざと攻撃。じゃん、一緒に飲みましょ。仕方ない。本当は隣に座った方がアピレるけど。お酒、俺に合わせなくていいですよ。ああ、なんかしらけさせちゃったかな。一応俺は旦那なんだし、無理とかしないでください。なんだ、やっぱり三浦さん優しい。じゃあもう一押し。なんか寒くないですか？それが短すぎるんじゃないですかね。ほら。いや、今じゃなくて寝る時。それは一緒に寝たいってことですか？え、そうくるの？もしや相手に言わせる感じ？ダメですよ。え、断られた。ガーン。はるたさんが本当に俺のことを好きになってから言ってください。好きじゃなきゃこんなこと言いません。こんな顔してずるいですね、はるたさんは。寝ましょうか。なんだ、キスだけね。あれ、
なんだって言いました？言ってないです。ん、待って待って、三浦さんってド S なの？なんか寂しい。いや、予約します。あれ、春田さん、もしかして僕ですか？取引先の入金先変更の件ですよね。どうぞ。何？積極的ですね。ここ会社ですよ。分かってます。嘘です。俺に何か用事でもありますか？いえ、ちょっと顔を見に。どうだこの直球攻撃は。あ、そうだ、今日家に郵便物が届くと思うので確認しておいてください。わかりました。攻撃が効かない？そろそろ行った方がいいんじゃないですか？はい。三浦さん帰ってる。まだ仕事の続きしてるんだ。家事もできて仕事もできるってチートだよ。そこがかっこいいんだけど。なんか攻略の糸口ないかな。やば、気づかれた。何？もしかしてチューされ。する？バレバレなんですよ。気づいてたんですか？子供でももうちょっとうまくやりますよ。なんで寝たふりしてたんですか？三浦さんを観察したくって。観察？なんでまた。三浦さんを攻略したくって。攻略って、俺たちはもう夫婦なんだから。形だけの夫婦じゃなくて、もっと私に夢中になってほしいんです。え？私、三浦さんにもっと好きになってもらえるように頑張りますから。本当にあざといですね、春田さんは。何もしなくても人に好きになってもらえるとか思ってません。私は三浦さんに好きになってほしいからあざとくなるんです。じゃあ頑張って攻略してね、春田さん。ド S には負けませんから。私絶対好きって言わせてみせますから。なあ
っぱりちゃんと好きだって言ってほしい。おはようございます、はるたさん。起こしに来た人に対して絶叫ですか？すっぴんだけは、すっぴんだけはダメです。すっぴん？好きな人の前では一番可愛くいたいんです。なんでこの状況でキスするんですか？夫婦なんで。三浦さん、ド S すぎません？そんなんじゃ俺のこと攻略できませんよ。起きて、パン買ってきたんで。メロンパン。寝起きはやられたけど、今度はこっちから行くぞ。あざと攻撃。よし、バッチリ。おはようございます。あれ、出勤前のキスとかないんですか？はるたちゃん、今なら OK ですよ。遅刻しそうなんで、春田さんも気をつけてくださいね。手ごわい。なんで三浦さんにはあざと攻撃聞かないんだろう。ですよね、こんなところでお会いできるなんて。アルタさん、そういえばここの会社だったわね。え、お知り合いですか？この間偶然飲み会の席が隣になって意気投合したんですよ。あの時は悪かったわね。初めて会ったのに私の話ずっと聞いてもらっちゃって。あなた話しやすいから。全然いいんですよ。あ、そうだ、あの時行ってらしたイタリアン、今度ご一緒したいです。仕方ないわね。はるたさんリアクションいいから連れて行きがいあるわ。やった。では岡崎さん、引き継ぎは部下の堀が担当しますのでよろしくお願いします。わかりました。それじゃあ三浦さん、昼休みにごめんなさいね。はい。じゃあはるたさん、またね。またでは失礼します。よろしくお願いします。先の方だったなんてびっくりです。それはこっちのセリフですよ。まさか取引先の女の人にまであざといことをしてたとは。仲良くなったんだからいいじゃないですか。そういうあざといこと、もうあんまり他の人にしないように。え、他の人？あれ、どういう意味なんだろう。あーみ先輩、どうしたんですか？疲れてます？元気もりもりですけど。全然筋肉ないですよ。いいですか、筋肉あるってのはこういうこと言うんですよ。あるもん、ここから見て。おい新人、はしゃぐなよ。はい。堀くんどうしたの？ね、はるた、肉好きだよね。え、お肉大好き、肉食女子だよ。なんだそれ、かわいい。じゃなくて、今度飯食い行かない？めっちゃいい肉バリ見つけたんだよね。え、じゃあさ、じゃあさ、みんなで行こうよ。ね、この前行った同期会、そこでしたらいいんじゃない？いや、そういうことじゃなくて。だよ、こんな時に。はい、堀です。先輩、しっかり牽制してるじゃないですか。
何のこと？ああ、はいはい、その日で大丈夫です。はいはい、ではお願いします。はい、失礼します。なんか適当じゃない？大丈夫？大丈夫大丈夫。それよりさっきの話なんだけどさ。ああ、みんなで行った方がね、楽しいと思うけど。そうじゃなくて、俺は春田と二人で。俺、三浦さん、暴れ売ってないで早く戻れ。会議の準備したのか？はい、今すぐ。もしかして助けてくれた？なんか機嫌悪い？三浦さん、なんか怒ってます？あざといことを控えるように言ったはずですけど。え？見てたんですか？あ、もしかしてやきもちですか？何を思うんですか？喜んでないで、いい加減モテ納めしてください。そんなつもりじゃ。春田さんはそんなつもりじゃなくても、相手は勘違いするでしょう。春田さんみたいな皮皮勘違いさせやすい人は。今何か違うこと言っかけませんでした？言ってません。今後あざと攻撃は禁止です。私たち結婚してるんです。ちょっとこの待ち受け、おお、私たちのウェディングフォトですよ。ダメです、危険ですよ。ミロさんもこれにしましょうよ。ね、お願い、お揃いにしたいです。そんな可愛く言ってもダメです。社内結婚がバレますよ。でも変えてください。うん、はい。変えました？変えましたよ。見せてください。ほら、先輩ってやっぱり彼女いるのかな？え？勝ち狙い？まさか、あれはめでる対象でしょ。でも彼女にめっちゃ優しそうじゃない？で、彼女の前だけでは甘えん坊だったりしてない？違いますよ、実はめっちゃド S なんですよ。それにいたずらっ子みたいな可愛いところもあるんですよ。でも真夏先輩の彼女は超ハイスペ女子じゃなきゃ嫌じゃない？それわかる。モデル系とか、あれキャリ系とか。こりゃ当分結婚のことは言えないな。亜美先輩、これどうしたんですか？なんでもない。すいません、請求書の発行急ぎでお願いしたくて。はい、私がやります。ありがとうございます、春田さん。いや、大丈夫です。これよかったら皆さんでどうぞ。ありがとうございます。春田さんにはこれ。亜美先輩、ちょっといいですか？これなんですけど、その…あ、三浦さん、発行したらすぐ届けますね。じゃあお願いします。こいつ、俺たちが話してるの邪魔した？で、その…この機械大城株式会社さんの取引についてなんですけど、ちょっと相談が。亜美って真夏先輩狙いなの？え、さっき見ててなんかピンときたんだよね。いや、そんなんじゃないよ。いや、亜美ならいけるでしょ。そうだよ、彼氏と別れたんだし。
クリスマスに亜美がフリーだなんてもったいないしね、うんうん、いやだから違うって。亜美頑張って。ああ神様、両親が痛みます。亜美先輩、さっきの三浦さんの請求書を僕が届けましょうか。私が届けたかったのに。でもみんなの目もあるし。あ、うん、ありがとう、助かる。はい三浦さん、経理部の山形です。これ先ほどの請求書です。またこいつか。ありがとうございます、助かります。いえ、僕は届けただけなんで。なんだこいつ。じゃあ春田さんによろしくお伝えください。伝えます。じゃあ、じゃあ失礼します。糖質オフのデザート食べてきたら。何これ平気なわけ。嫉妬してくれたっていいのに。私はあざと女子なんですから。相手が三浦さんだってやきもち焼かせるくらい簡単なんですよ。あ、もしもし、お世話になってます、小学コーポレーションの三浦です。徳さん、はい。経理部の子たちと合コン行ってきます。え、マジか、いじめすぎた。私が合コンに行ってると思ってやきもち焼けばいいんだ。わかりました。何よこのそっけない返信は。すみません、パフェください。俺としたことが仕事を早く切り上げてしまった。飲み物来ました。私はジュースです。たく、ちいち、あれって経理部の子たちだよな。合コンは嘘。亜美先輩、ここのデザートビュッフェ行ったことあります？今度一緒に行きません？まさか山形とデート。食べ物来ました。タコワサ美味しいです。メインは海鮮鍋です。やったー。もういいよ、本当はどこに行ってるんだよ。あれって春田さん。男の人たちみんな面白いです。合コンかよ。ほんとかわいいな、うちの奥さんは。既読する？もう気にならないの？来た。楽しそうですね。写真送ってください。写真？どうしよう、タコはさ。超盛り上がってて写真撮り忘れちゃいました。しょうがねえな。春田さん可愛いんだから持ち帰られたらダメですよ。早く帰ってきて。
口説かれなかったですか。もしかして焼いてます。バカ。今帰りますよ。ただいま。あれ、わー、めっちゃかわいい。早くお風呂上がらないかな。自分から来た。じゃ、おやすみなさい。なんてからかってみる。あざとい顔して誘ってるんですか。違います。じゃあ何です。今日はなんか寒いから一人で寝るの寝室も別々だし。それを誘ってるって言うんですよ。ふう、やっと抱きしめてくれた。あれ、いつもと反応が違う。え、ちょっと何してるんですか。もう下着ですね。気がつきました。ちょっといいの買ったんです。いくらだったんです。それは秘密です。秘密？なんでですか。三浦さんだって秘密にしてることあるじゃないですか。いくらだったんですか。16,000円でした。え、高くないですか。スワロフスキーもついてて可愛いんですよ。スワロフスキー、それイルカ。おはようございます。早いですね。年末調整の準備があって今日私が先に出ます。お、春田さん、タグついたまんま。切れました。この服で三浦さんに可愛いって思ってほしくって。はいはい、行ってらっしゃい。行ってきます。23,000円。三浦さん、僕、投資始めたんすよ。マジ？結婚とか、いろいろ考えたらお金はあるに越したことないと思って。そうだよな。下着に16,000円。FX とか、マジで稼げるらしい。一緒にやりましょうよ。前からうっすら思ってたけど、春田さんって金遣い荒くねえか。コミュ力高いし、働き者だし、これすでにすごい投資してるのか。あ、ごめんなさい。残業お疲れ様です。また何か買ったんですか。全部安物ですよ。最近散々してますよ。そんなことないんです。え、通帳。通帳？俺も見せるんで。まさか貯金ゼロとか。まあ、ありえるか。社会人2年目だし。せーの。すごい。
三浦さんこんなにあるんですね。春田さんも意外にありますね。俺の2年目の頃よりあるかも。そうなんです。学生の頃からバイト掛け持ちしたり、フリマアプリに出したり、ふるさと納税したり。さすが経理ですね。毎日家計簿アプリもつけて、お給料も自動積み立てしてるんです。お金の貯め方まであざといですね。そんなこと言ってあれ直しました。まあ、あ、でももう結婚してるんだし、大きな買い物は相談しますね。はい、惚れ直したというか、また好きなところを発見したというか。まさかまた残業かな。ごめん突然だけど、総務の松下さん呼んでもいい？なんだよかった。マリちゃん、もちろんです。勝負エプロン装着。憧れてたんだよね。旦那さんの友達が突然家に来る支柱。友達から褒められたら私のスキーメイト上がるよね。全部うまいよ。やるじゃん。よし、グラスも冷やして料理ももっと作らなきゃ。ただいま。おかえりなさい。こちら松下さん、高校の先輩で。どうも。春田食堂開店してる？はい、絶賛営業中です。顔見知り？偶然会社でお会いして二人の関係聞きました。そうなんだ。ねえ、ねえ、奥さんだからってそんなに頑張らなくていいんだよ。俺も先輩だし休んだよ。でも私がやりたいんです、おもてなし。こんなあざといエプロンつけちゃってありがとう。普段こんなことしないのに。おお、うん、これ今作ったの？ビールもめっちゃ冷えてる。グラスを10分ぐらい冷凍庫に入れとくといいんですって。重いのにビール買ってくれてたんだ。ん？このジャガイモのやつうまい。黒胡椒効きすぎてないですか？いや、ちょうどいいよ。レシピ教えてよ。いいですよ。よかった。インスタで予習しといて。え？なんで写真撮ったんですか？残しときたいな。料理すごいし。全部うまいよ。やるじゃん、三浦よね。やるでしょう、うちの奥さん。松下さんにちゃんと紹介できてよかったです。やば、三浦嫁だって。妄想を超えてきたよ。私認めてもらえたのかな。あ、これおかわり。はい。お前さ、なんで社内結婚秘密にしてんの？まあタイミングを逃したのと、内緒にしてる奥さんの反応が可愛くて。なんで私が片思いの設定なんですか？そんな余裕かましてると誰かに取られても知らねえぞ。まあそのうち。でも本当に可愛いんだよな。今日はごちそうさま。もう来ないでください。もう少し。このままみんなには秘密でいいよな。私やっぱり三浦さんのお母さんのためにも、もっと三浦さんのこと大事にしようって思いました。ありがとうございます。でも十分大事にされてると思いますけど。
もっともっとです。私たち素敵な夫婦になりましょうね。そうですね、春田さん。じゃあ手始めにその春田さんってのやめません？え？夫婦なんですから名前で呼びましょうよ。これからはアームって呼んで。さ、却下です。なんでですか？うっかり会社で名前呼んだら結婚してるのバレますよ。はるたさん。うっかりしなければ大丈夫です。ほら、あみちゃんって呼んで。ダメですよ、はるたさん。意地悪、わざとやってるでしょ。え、全然。はるたさん。じゃあ、私だけまなつさんって呼ぶの？ダメですよ、はるたさん。うっかりしてるから会社でつい呼んじゃいますよ。じゃあみんなに夫婦だって言えばいいじゃないですか。でもさ、会社でははるたさんが俺に片思いしてる設定でしょ。その設定嫌なんですけど。拗ねても可愛いよ、はるたさん。おー、意地悪って。私たち、いつまで夫婦ってこと隠しておくんだろう。真夏さん、真夏さん、真夏さん、12時ぴったりに注視ながら写真撮りましょうよ。却下です。え、ちょっと、数時間前に私のことが好きだから全然大丈夫って言ってたじゃないですか。大丈夫な分野と大丈夫じゃない分野があるんですよ。思い出なのに撮りたいな、撮りたいな、撮りたいな。亜美ちゃん、誕生日おめでとう。大好き。さ、うちの実家一緒に行こうよ。母さんにも紹介したいし。真夏さん、はい。晴れて公式に夫婦になった日に最高の誕生日プレゼントをたくさんもらえた。もう私たちに怖いものなんてない。あみちゃん、もうゴムないからダメだよ。え？でもちゃんとした夫婦なんだから。子供できたら困るでしょ。ほら、支度して。もしかして真夏さんって子供欲しくない人なの？世の中にはいろんな夫婦の形がある。私たちも公式にその夫婦の仲間入りを果たしたはずだけど、夫婦になったからってハッピーエンドじゃない。その先もずっと道は続いていて、私たちはその道ちゃんと歩けるのだろうか。あざといほうがいいかな。
お話聞いて、まなみさん。はい。まなみさん、いつからここに？まなみさん、大事なお話があります。これは、お話聞いて、まなみさん。待てです。全部じゃん。恥ずかしい。何か話があるの？いざとなると緊張しちゃう。じゃあこれ食べながらゆっくり聞かせて。これ人気のやつ。亜美ちゃん昨日の夜から元気なかったからさ。どうしたの甘えんぼ。父が溢れました。真夏さんは子供欲しくない人なんですよね。え？あ、もちろんそういう考えでも私は真夏さんが好きです。大好きです。でも本音はいつか真夏さんとの子供が欲しいって思います。あ、これは私の本音です。だから私のことは気にせず真夏さんも本音言ってください。その上で二人でどうするか考えていきましょう。俺の本音は、はい、俺も欲しいと思ってるけど。はい。あ、俺もいつか亜美ちゃんとの子供欲しいと思ってるよ。だってあの時子供できたら困るでしょ。ああ、あれは今できたら困るって意味で、今できたら仕事も休まなきゃいけないでしょ。なんだそうだったんですね。私めちゃくちゃ勘違いしちゃってた。タイミングは二人で相談して決めるものだと思って。亜美ちゃんもまだ休まず仕事したいって言ってたのにね。私のことちゃんと考えてくれてたんですね。当然だよ。子供ってどちらか一人の問題じゃないし、負担が大きいのも女性の方だから。あなたさん、大事なんだよ。俺が一番大切なのは亜美ちゃんだから。もしもしいつかパパ命の私にのあざとい女の子が生まれても、もちろんその子のことも死ぬ気で大事にするよ。でも一番は亜美ちゃんって言われたいんでしょ。もちろん。おう、ちゃんと話し合ってよかった。不安なことも真夏さんとならきっと乗り越えられるよね。これで言いたいこと全部言えた？はい。これからは溜め込まないで全部言って、それで二人で考えておこう。大好きです、真夏さん。